最近また体が痛んできてね。そんな義母をサポートするため、私たち一家は一時的に義実家で生活することになった。そうして訪れる義母と義兄のわがままに振り回される日々。そんなある日のことだ。夫が車を運転していると、夫の携帯に義母から一本の電話がかかってきた。電波状態が悪い中、スピーカーモードにすると。彼女はまだ生きてるの？しぶといわね。俺がいなかったらマジで死んでたかも。電話がつながっているとも知らずに、二人は物騒な会話を始め、あっという間に彼女たちの悪巧みは崩壊した。ついで、二人はその非常識な行為から社会的制裁を受けることになるのだった。私の名前は村上智美。夫の正人と、まな娘のさやか、家族3人で仲良く暮らしている。娘は最近幼稚園生になったばかりで、毎日とても楽しそうだった。私もまたそんな娘の姿に頬を緩める毎日である。そんなある日のこと、夫のもとに義母の房江さんから電話がかかってきた。最近また体が痛んできてね。彼女は弱々しい声で言う。房江さんは以前に脳梗塞を起こしており、手足に少しだけ麻痺が残っていた。とはいえそれほどひどい後遺症でもなく、普段は杖をつきながら大きな不自由もなく生活を送っている。彼女が言うには、その後遺症が痛み始めてきたらしい。こんな体じゃ生活も大変で、私もいい歳だし、万が一のことがあると思うとね。お父さんみたいにぽっくりとも限らないし。と房江さんは不安そうに続けたという。相談なんだけど、母さんの体調が安定するまでみんなで向こうの家に住まないか。いきなり言われても。そういえばお兄さんは、確か義実家には夫の兄である満さんが同居していたはずだ。しかし義母が言うには、義兄は今休職中で忙しく、彼だけでは心もとないとのことだった。私は迷っていた。正直私は義母のことが苦手だったのだ。何かと口うるさいし、嫁いびりを受けたこともある。それに義母が苦手なのは私だけじゃない。夫自身、あまり実母の房江さんといい関係とは言えなかった。房江さんは昔から長男の満さんを可愛がっており、次男の夫はまるでおまけのような扱いだったという。私がそのことに触れると、夫は難しそうな顔で言った。確かにそうなんだけど、それでもやっぱり息子だから。なるほど。責任感の強い真面目な正人らしい。私はそんな夫に敬意を払い、義実家での生活を了承することにした。住処が変わるというのは結構大事である。しかし幸いにも自宅と義実家はそれほど離れてはいない。娘が幼稚園を変える必要もないだろう。また娘自身も割と乗り気だった。そういうわけで、義母の体調が回復するまでの辛抱だと私は覚悟を決めたのである。こうして私たちは義実家での暮らしをスタートさせたのだが、私の負担は予想以上に大きなものだった。まず義実家自体がかなり古く、また広さもあるため家事をするにも一苦労なのだ。掃除に要する時間も普段の比ではない。しかも炊事や洗濯の量も倍近いのである。私は義母のサポート程度に思っていたのだが、実際にはほとんど家事は私に任せっきりになっていた。そうして私がせっせと働いている一方で、義母はというと、さやかちゃん、お日様も出てるし、二人で買い物にでも行こうか。ブランコ乗りたいと妙にはしゃいで
孫のさやかと一緒に遊びに出かけたり。それでね、その時みつるの描いた絵が金賞を取って。へえ、そうなんですね。ちょっと真面目に聞いてるの？ここからがすごいところなのよ。とお茶菓子を食べながら義兄の過去のどうでもいい自慢話を延々と繰り返したり。正直迷惑極まりなかった。元気じゃねえか、どこが体調不良なんだ。私は義母に不審な目を向ける。途端義母はハッとしたように咳き込み始めるのだった。しらじらしさを感じるのは気のせいだろうか。まあ義母についての愚痴はこの辺にしておこう。次は義兄の存在についてだ。彼もまた相当厄介な人間だった。聞いていた話と違い、みつるさんの実態はほぼ実家に帰省している独身ニートだったのである。そしてその思考や行動は40代のおじさんとは思えないほど幼稚だったのだ。ともみちゃん、お腹減ったんだけど俺の昼ご飯まだ？ともみちゃん、なんで起こしてくれなかったの？見たいテレビあったのに。と私は彼の世話まで押し付けられていた。さやかだって家事を手伝ってくれるというのに、彼は身の回りの世話をしてもらって当然という感じである。私はお前の奥さんでもなけりゃ母親でもねえよ。私は心の中で叫んでいた。私のことをちゃんづけで呼ぶことも気持ち悪い。おまけに彼の視線には何か背筋を寒くする嫌な感じもあった。そういうわけで私は二人のせいで身体的にも精神的にも大変な生活を続けていたのだが、そんなある夜のこと、その日は義実家に数人の親戚が集まって飲み会を開いていた。私は宴会部屋の風の通りを良くするため2階に扇風機を取りに行き、扇風機は確かこの辺りに。ともみちゃん。振り返るといつの間にか背後に義兄が立っていた。ついで彼はニヤニヤとした顔で信じられないことを言う。ダサいマサトなんか捨ててさ、俺と人生やり直さない？私は耳を疑った。しかし聞き間違いではないようだ。見れば義兄は鼻の下を伸ばしながら私のことを舐めるように眺めている。酔った勢いもあるのかもしれないが、何にせよ下劣極まりない最低の発言だった。お兄さん、悪酔いしすぎですよ。冗談にしても笑えません。あれ、いいのかな、拒んじゃって。マサトにあの秘密をバラしちゃうよ。は？何のことですか？私忙しいのでもう行きますね。そう言って私は義兄を無視して1階に降りようとしたのだが、途端彼が私の腕を強引につかむ。いいじゃん、マサトなんかより俺の方がずっと。ちょ、やめてください。私は思わず義兄の手を振りほどいていた。その瞬間義兄は予想外の抵抗に驚いて足を滑らせる。彼は階段を転げ落ち、最終的に後頭部を壁に打ちつけてうめき声を上げていた。ついで騒ぎを聞きつけた夫や親族たちが集まってくる。おいおい、何があったんだ？あ、お兄さんが足を滑らせて。まあひどい、頭にタンコブができてるじゃない。義母はそう言いながら義兄を激しく揺さぶっていた。一方親族たちは取り乱す義母をなだめつつ義兄を手当てするため別室に連れて行く。そんな騒ぎの中で私と義兄のいざこざはうやむやになっていった。私は夫に義兄から言い寄られたことを相談するべきか迷ったが、夫にいらぬ心配をかけないようとりあえず黙っておくことにした。今後義兄の行為がエスカレートしたら伝えよう。そう考え私もまたみんながいる居間の方に足を進める。と見れば
廊下の隅でさやかが私のことを不安そうな顔で見ていた。びっくりさせちゃってごめんね。起こしちゃった？お布団に戻ろうか。うん。私は娘の様子に少し妙な雰囲気を感じた。しかし夜も遅いため深く尋ねることなく娘を部屋まで寝かしつけに行くのだった。その後も私は義母と義兄のせいで大変な暮らしを送っていた。毎日毎日義母の面白くない話に付き合わされ、また幼稚な義兄の世話を任され、本当に逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。ただ義兄が私に言い寄ってくることはあれから一度もなかった。きっと私の強い反撃を受けて懲りたのだろう。私はそう思い、その点については安心して義実家での生活を送っていた。ところがそんなある日のこと、私の身にまた別の事件が降りかかる。私はその日いつも通り義実家でお昼を食べていたのだが、お味噌汁を飲んだ瞬間私は突然めまいを覚えた。ついで激しい吐き気と息苦しさに襲われる。この感覚には覚えがあった。そう、アレルギーのショック症状だ。私は重度のピーナッツアレルギーを持っており、一粒でも食べれば呼吸困難になってしまうのである。幸い家には義兄がいたため、すぐに救急車を呼ぶことができた。義兄は苦しむ私の姿を見ると慌ててスマホを取り出し、ついでその指を戸惑わせる。どうやら焦りすぎて番号がわからなくなっているようだ。私が必死に119と伝えると、彼はようやくスマホのボタンを押し始める。若干のもたつきはあったものの、とにかく私は義兄の呼んだ救急車で病院に運ばれ、一命を取り留めたのだった。病院のベッドの上で私は義兄にお礼を言う。お兄さん、ありがとうございました。ああ、本当にありがとう。ともみの命の恩人だよ。マサトが涙ぐみながら兄の手を握る。と、義兄はどぎまぎとしながら照れくさそうに言った。いや、人として当然のことをしたまでだって。なんだか悔しいが、あんな最低な人間でも役に立つ時はあるようだ。私はちょっとだけ義兄のことを見直していた。ただ私は義兄に感謝する一方でもやもやとしたものも感じていた。どうしてアレルギー発作を起こしたのだろう。その後私は様子見ということで一日だけ入院した。そして翌日、私は何事もなく退院し、夫が運転する迎えの車で義実家への帰路に着いた。車の中で娘が心配そうに言う。お母さん大丈夫？うん、もう平気だよ。心配かけてごめんね。病院に運ばれたって聞いた時は心臓が止まるかと思ったよ。食材には注意していたはずだったんだけどな。私は首をかしげながら言った。とその時、夫のスマホに着信が入った。お、母さんからだ。運転中のため、マサトは素早くスピーカーモードに切り替える。しかし、電波の状態が悪いのか、なかなか向こうの言葉が聞き取れない。もしもし？あら、変ね。数秒してようやく安定した通話モードに入ったのだが、義母の方はそれに気づいていないようだった。彼女は困ったような声でそばにいる義兄に話しかける。なんか切られちゃったみたい。電話もまともに出れないのかよ。ほんとマサトは使えねえな。二人の会話に私たちは顔を青ざめさせていた。それにしても彼女はまだ生きてるの？まったくしぶといわね。母さん、やっぱりそういうのはまずいよ。俺がいなかったらマジで死んでたかも。別にいいじゃない。大事なミツルに怪我をさせた当然の報いよ。まあ確かにいい気味だとは思ったけどさ。ところで
ともみさんのことはこれからどうするの？うん、もう一度口説いてみるよ。次はいけると思う。今回の件で俺に惚れ直したと思うし。ほら、俺って命の恩人じゃん？聞かれているとも知らずに、彼女たちは物騒な話を続ける。一方で、私と夫は絶句しながら目を合わせていた。その後、私たちは予定時刻より遅れて義実家に帰宅した。ずいぶん遅かったじゃない。マサト、電話くらい出ろよ。買ってきてほしいものがあったのに。二人はいつも通りの感じで私たちを出迎える。対して私と夫は険しい顔を浮かべていた。ええ、ちょっと交番に寄っていたもので。交番？落とし物でもしたの？さやか、パパたちは大事なお話をするから、ちょっとあっちのお部屋に行っててくれる？うん。そう言って娘は部屋に向かうと、私はキョトンとしている二人に向かって夫のスマホを突き出した。それから録音していた彼女たちの会話を再生する。実はあの時、私はとっさに夫のスマホを録音モードにしていたのだ。途端二人は動揺して目を泳がせた。え？なんでそれ？私は罰の悪そうな顔をする二人を睨みつけながら続ける。一体どういうことですか？いやね、あれはほんの冗談というか、ミツルを拒んだあなたへのちょっとしたお灸のつもりで。母さん、その話は。義兄が義母のもたらした言葉に慌てふためく。しかし、もう遅かった。は？兄さんを拒んだ？何の話だ？私が夫に事情を説明すると、彼はその柔和な顔を鬼のように変貌させていた。そして怒涛の勢いで母と兄を問い詰める。二人はそんなマサトの迫力を前に全てを白状するのだった。聞けば義母はなんと私とミツルさんをくっつけようとしていたそうだ。しかも義兄もその計画に乗り気だったらしい。それで義母は体調不良と嘘をついて私を義実家に呼び寄せたというのである。弟の妻を兄の婚約者にしようとは狂気の沙汰としか思えないが、私はその理由を聞いてさらに背筋を凍らせた。その理由とは、兄なのに独身のミツルがかわいそうだからとのことだった。もはや同じ人間とは思えないレベルのひどさだ。そしてそんな身勝手な二人の計画がうまくいくはずもなく、義兄は無様にも階段を転げ落ちたというわけだ。私は当時のことを思い出して身を震わせた。またそれと同時に義兄が言っていたある言葉が頭に引っかかる。脅し文句に使ってた私の秘密って何ですか？聞かれて義兄は夫の方をちらりと見ながらしぶしぶと言った。あれだよ、ともみちゃんが隠し持ってる500万円のことだよ。どうやら彼は私の持っている個人的な資産もお目当てだったらしい。しかし、また外れもいいところである。二人は私が夫に隠れて株や FX で稼いでいると勘違いしていたようだが、このお金は私が昔から趣味でやっている作家活動で稼いできたものなのだ。つまり夫公認の貯金であって、隠し財産でも何でもない。そのお金はともみが自分の力で稼いだ大切なお金だから、君が必要と思った時に使ってくれとずっと前から了承をもらっている。何でも義兄は以前私たちの自宅を訪れた際、偶然その通帳を見てしまったらしい。そしてそのことを義母に話したところ、いっそのことあなたのお嫁さんにしちゃいましょう。まったく、とんだ怖い話である。とにもかくにも、そんな二人の企みは早々に頓挫することになった。義母に至っては、私が義兄の誘いを拒絶した上に怪我まで負わせたことを逆恨みし、仕返しモードになっていたらしい。それで
義母は義兄と協力して私の昼食にピーナッツの粉末を混入させたのだ。500万円については後で回収すればいいと思っていたのだろう。しかし義兄は予想以上に苦しんでいる私を見て怖くなり、救急車を慌てて呼んだというわけだった。ちなみに義母はさやかからずっと通帳の暗証番号を聞き出そうとしていたらしい。もちろん娘が番号を知っているはずもなく、それは無駄な努力だったわけだが。ママは悪いことをしてお金を稼いでるの。おばあちゃんが何とかするからね。あ、ママにはこのこと秘密よ。もし話したらママが警察に捕まっちゃうかも、と娘にふざけたことを吹き込んでいたようだ。あの日私に対する娘の様子がおかしかった謎がようやく解けた。自分の孫まで怖がらせるなんて何を考えているんだ。それに弟の嫁を奪おうとか恥ずかしくないのかよ。昔からバカだとは思ってたけど、まさかこんな。マサトが怒りと呆れで拳をわなわなと震わせると、義兄はプライドを傷つけられたのかムッとして言い返した。おい、弟のくせに生意気だぞ。俺の方がお前よりずっと顔もいいし、もし俺の方が先にともみちゃんと出会ってたら絶対に俺と結婚してたね。夫はそんな兄の発言にさらに怒りを燃やすが、夫より怒っている人物がいた。そう、私だ。ふざけんな。マサトはお前と違って人間ができてるんだよ。天地がひっくり返ったってお前みたいな勘違い野郎と結婚なんてするか。この中年ナルシスト、早く独り立ちしろ。あとちゃんづけするな。私は気づくと罵倒の限りを尽くしていた。そのあまりの剣幕と辛辣な言葉に義兄は一気に萎縮する。ついで私はハッとして咳払いを挟み、冷静な声で二人に告げた。とにかくあなた方の行為は目に余ります。私は死にかけたわけですし、傷害罪で被害届を出しますから慰謝料を払ってくださいね。さっき交番で相談してきたんだ。身内のことだから話し合ってから出してくれって言われたけど、もう話し合う気も起きないよ。そんな訴えるだなんて。私たちに凄まれて二人は顔面蒼白になって土下座をしていた。そしてなんとか訴えを取り下げてもらおうと震える声で懇願し始める。待って、あんなに重傷になるとは思わなかったのよ。そうだよ、ほんの出来心だったんだ。許してくれよ。俺たち身内だろ。二人の哀願を受けて私と夫は目を合わせて相談した。するとその時さやかが部屋にやってくる。騒ぎが気になったのだろう。途端義母が引きつった笑顔で言った。さやかちゃん、今ちょっと忙しいからお部屋に戻ろうね。その瞬間私はハッとして娘を呼び止めた。もしかしてお母さんにママのピーナッツアレルギーのこと話した？うん、ママのこと教えてって言われたから、一粒でも息ができなくなって死んじゃうって。私は娘の頭を優しく撫でると、ついで二人に冷たい視線を送った。同情の余地なしですね。おとなしく社会的制裁を受けてください。こうして私に切り捨てられた二人は愕然としてその場に崩れ落ちるのだった。その後私たちは弁護士を雇い、正式に義母と義兄を傷害罪で訴えた。身内での争いゆえ、二人は刑務所にこそ入ることはなかったが、私の治療費や慰謝料等を合わせて150万円ほど支払う羽目になっていた。無論、二人は自堕落な生活を送っていたため、それを賄える貯金もなく。結果、彼女たちは義実家を売り払ってお金に換え、しぶしぶと支払ったのだった。そして家がなくなった二人はというと、はあ、これから5人で住むとなると
あの家じゃちょっと狭いわね。マサト、増築リフォームはいつにするんだ？あろうことか、私たちの家に住む気満々だった。本当にもうダメだこの人たち。当然そんなバカな話が通るわけもなく。何を寝ぼけたこと言ってるんですか？寝言は寝て言えと、義兄は夫にぶん殴られるのだった。おそらく今までの鬱憤が爆発したのだろう。私たちにものすごい剣幕で拒絶された二人は慌ててその場を退散していった。聞けば彼女たちはその後ボロアパートの一室を借りたらしい。そして義兄が始めたアルバイト代で食いつなぐ苦しい毎日を送っているとか。一方、私たちは半年ぶりに自宅へと帰っていた。ああ、なんという平和な空気だ。私はほっと安心する。ごめんな、同居を決めた俺のせいで。もっとよく考えるべきだったよ。気にしないで。そういう真面目なあなたが好きだから、私も結婚したわけだし。そう、夫は真面目な性格のため、割を食うことが多い。それでも、いや、だからこそ、私はそんな彼のことを尊敬しているのだ。私はしょんぼりしている夫に続けた。義兄を殴った姿は勇ましくてかっこよかったよ。暴力はいけないけどね。言われて夫が照れたように笑う。と、彼は娘を抱っこしながら言った。そうだ、来週あたりみんなで遊びに出かけようか。さやか、どこに行きたい？動物園。私は楽しそうに笑う娘を見ながら幸せをかみしめた。そして私のあのお金は娘の将来のためにまだまだ貯めておこう。そう誓うのだった。